皆さんこんにちは。内藤証券株スター7110より5月8日令和最初のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は、前日比321円安の 21,602 円で取引を終えました。米中貿易摩擦の懸念が再び高まりまして、昨日と今日で650円以上の下げとなりました。連休前までのレンジの安値を下抜けまして、下値模索の展開となっております。では下値の目処をどのあたりに置くのか、今日はここを見ていきたいと思います。では現在の株価の位置を冷やしチャートで確認します。こちらをご覧ください。はい、日経平均株価、4月の25日に戻り高値をつけてからの下落となりました。ただ今日は引けにかけて戻しまして、2万1500円台を割り込まなかったので、ちょっとこうなんていうのかな、そう弱気な展開からは若干こうその不安は和らいだかなという気はいたします。で冒頭に申し上げましたように、米中貿易摩擦に対する不透明感の高まり、それからあとは市場予想を下回る企業の決算を受けまして、3月4日の戻り高値、ここも今は下回っております。どこまで下げるのかというところなんですが、外部環境とともに見ていきたいと思います。続きましてドル円相場です。4月の24日以降は円高基調に触れていますね。輸出関連企業の業績への懸念から、円高基調ということもありまして、株安の構図が続いております。日米金利差も縮小傾向にありまして、リスク回避の動きが続いております。でまた日銀短観3月調査を見ますと、大企業製造業の今期の業績予想の前提となる想定為替レート、これがドル円で1ドル108円87銭ということで、今日110円をこう割り込む場面もありましたんでね、次には3月のこの109円のところ、109円70銭のところ、ここを維持できるかどうかというところなんですが、円高基調、外部環境から見ますとまだこの流れは続くように思われます。では改めまして、日経平均株価直近の動きにスポットを当てて見ていきましょう。失礼いたしました。こちらエンベロープですね、こちらを見ていきたいと思います。これはですね、1ヶ月間の平均売買コストとなる25日線、この赤い線を中心にして、株価が上下に乖離している度合いを示したものです。その乖離度合いは、この水色の線が上下プラスマイナス 5% で、緑の線がプラスマイナス 10% の水準を示しております。で昨年のこの12月の安値以降、株価のこの戻している局面ではですね、プラスマイナス 5% の水準の中で収まっております。足元ここちょっと下落基調にありますけれども、このマイナス 5% の水準でまず下げ止まるかどうかというところにまず注目していきたいと思います。ちなみに昨日の終値現在のマイナス 5% の水準が2758円です。2万1000円を下回ることもですね、一つの投資シナリオの想定の中には入れておいた方が良いのかもしれません。でこのマイナス 5% の水準なんですけれども、今25日線が上向きですから、日々この乖離の価格というのも上昇していきます。ですから、同じマイナス 5% でも明日以降はこう価格はちょっと上がっていきますけれども、この水準を維持できるか注目していきたいところですね。では東証一部全体の動きを示すトピックスで見ていきたいんですけれども、トピックス上昇トレンドラインを割り込んだ動きが続いておりまして、体制ではまだ下降トレンドということになります。で昨年の3月の安値1664ポイントにはまだ到達できず、ここが
ここまで到達できるかというところなんですが、この1660ポイントの水準というのは一つ注目しておきたい株価水準だと考えております。というのも昨年の1月の高値、それから昨年の12月の安値までの下落幅に対する半値戻しの価格が1663ポイントなんですね。まだ半値戻しまで到達してないということで、東証一部の地合いまだ弱含みという言い方ができるかもしれません。従いまして、今後また株価がこう反発してくるときにはですね、この 50% の水準、この1660ポイントのこのあたりですね、ここまで回復できるかどうかというところ注目していきたいと思います。ですからこのあたりが当面の上値になるのではないかというふうに見ております。足元ちょっと株価下がっておりますけれども、ここ NT 倍率を見ていただきたいんですが、日経平均株価の上昇に対してトピックス、今の地合いでも見ていただきましたように相対的に弱い展開が続いておりました。ということで4月の24日には NT 倍率 13.771 倍まで拡大をしました。で、足元ではここからややこう下げているところですので、行き過ぎた倍率拡大に対する調整が入っているのかなというのが今の足元の地合いだと思います。はい、こういったことを踏まえまして本日の個別銘柄をご紹介します。本日はですね、決算を終えた銘柄の中から、システム開発運用コンサルティングサービスを手掛ける、野村総合研究所 NRI をご紹介いたします。資料こちらをご覧ください。野村総合研究所、これらのサービスを一貫して提供できる総合力が強みです。で、事業セグメントは大きく4つ、コンサルティング、 IT ソリューション、産業 IT ソリューション、 IT 基盤サービスがあります。簡単にご説明しますと、コンサルティングは高官庁向けの政策提言、それから業務改革をサポートする分野です。それから金融 IT、 金融機関向けのシステム開発、それからコンサルティングサービスを提供しております。産業 IT はそれの流通業、それから製造業向けのサービスです。そして IT 基盤サービスなんですが、顧客の企業向けの開発したシステムの運用管理、こういったものを手掛けております。で、事業環境なんですが、おおむね良好です。と言いますのも、今企業は省力化、それから業務効率化というものに注力しております。ですから、これまで人がやっていた業務の一部をデジタル化にシフトする動きが活発化してきているんですね。ですから、これらの運用や開発コンサルティングを手掛ける NRI にとっては事業環境は追い風ということになりまして、こういった事業の収益が伸びてきているといった背景があります。セグメント別ではですね、先ほどご紹介した4事業の中の金融 IT が売上高構成の過半を占めております。ただ流通業、製造業でも業務のシステム化が今なされてきておりますので、この産業 IT も売上高に対する比率が伸びてきております。で、今期なんですが、6% 増収、6% 営業増益を見込んでおりまして、株式分割1:3、こちらも実施の見込みです。そして、やはりこの追い風、事業環境の追い風を背景に、中期経営計画23年3月期までに、さらに業績を伸ばすことを、計画しております。売上高で、6700億円以上、営業利益で、1000億円以上を目指しておりまして、そういったことのためにはやはり海外の売上高比率も拡大していくということで、今後も海外の高官庁の政策提言なども取っていく方針のようです。株価やや今横ばいですけれども、日経平均が長期のこの52周線を割り込んでいるのに対して、 NRI はまだここは維持しております。ここから反発なるかどうか中長期的に注目しておきたいところです。はい、では本日のマーケットトゥデイは以上です。本日もありがとうございました。